出して、まあ、フェデラーみたいに左足ついていくパターンもあれば、やっぱここで自分がちょっとでもずれるとミスヒットになって、なるほど。ちょっと森谷選手にね、まあ、シングルスでもダブルスでもフォアハンドバックハンドのショットの使い方みたいなのをちょっと意見してもらいながら、まあ、実際にどうやって打ってるのかみたいなところをちょっと聞き出したいなと思っています、はい。まあ、じゃあ例えばシングルスで自分がサービスゲームであると言った時に、フォアとバックどっちで攻めていきたいタイプ？やっぱり最終的にはフォアで攻めたいっていうのはあるんですけれど、やっぱり片手バックっていうのもあるんで、どうしてもやっぱバックハンド打つ頻度が多くなってしまう。なるほど、相手が狙ってくるってことですね。そうですね。で、結局自分がフォアハンドを打ちたいけど打てないからバックハンドで、まあ、やっぱ点を取りに行くっていうことも多いですね。じゃあ結構バックを打つ機会が多いってことは、はい、それってバックハンドのクロスラリーに持っていくの、それともストレートにしっかり流していくの？できるだけ同じところには打たないようにはしてます。あ、なるほど、はい。それはなんで？やっぱりバック、まあ、相手は特に両手だったりとかすると、どうしても先差し込まれちゃって、なるほど、先に自分のボールが真ん中に行ってしまって展開されるっていうことがあるので、はいはい、自分が行けると思った球はもう躊躇なくできるだけストレートだったりとか、真ん中でもいいから強い球を打つっていう心がけてます、はいはいはい。じゃあ散らすとまた展開がフォア側に持ってきたりとかっていうふうに動いていくもんね、はいはい。じゃあ結構バックハンドの展開を我慢できたりとか、自分がいいショット打ったらフォアハンドに持ってくることができる、はいでね、はい。でフォアハンド、じゃあ一つレクチャーしてもらいたいのは、はい、フォアハンドのなんかフォアハンドもバックハンドもそうだと思うけど、はい、ちょっとしたチャンスボール、そのふわっとしたチャンスボールじゃなくて、はい、一歩中に入ってこっから攻撃が始まるよみたいなショットって、どうしてもまあ一歩中には入るにしても、はい、なかなか強いボールが打てない人が多いのね、はいはい。それって一本でエースを取りに行くのか、うん、はたまた作っていくのか、はい、どっちのパターン？僕は一本で行く方が多いですね。おお、もう来たと思ったら行く。躊躇なく行きたい。そこからもう一挙に前に入ってボレーに行きたい。そうですね。もうその一本打って自分がもう続けて畳みかけて攻撃行けるように、まあわよくばその一球でネットまで行けちゃうっていうような展開には作りたいです、はいはいはい。じゃあ結構もう一本でエースまで行かないけどもパワーショットを打っていく。そうですね。ちょっとそこら辺を普通のフォアハンド聞いてもしょうがないんで、はい、なかなかね一般のプレイヤーは飛ばしたくても速いボールが行かないんですよ、はい。でそのあたりちょっと速いボールを打つ秘訣、はい、みたいなのをちょっと聞き出していきたいなと思います。わ、はい、かりました、はい。今から実際に一度打ってもらいます。僕の場合は打つ前に右足を前に出して、ちょっと歩きながら行くような感じで打つようにしてます。出して右足を前に出して、お、結構特徴的やね。そうですね。なんかこれやると勝手に前に自分が行くんで、このままネットにつなげられるように、出して なんか今見てると本当に歩きながら打ってるみたいな。そうですね。完全にでもオープンスタンスで入って、捉える時もオープンスタンスで行って一歩前に行く。はい、そうですね。へえ、なんか昔ね、はい、絶対にこうしっかり入って、はい、体重移動してみたいなことから考えると怒られそうなフォーム。そうですね、はい。でも見てるとすごい体重が乗るし、ボールの当たりが厚く捉えて、なんかさらに押せてる感じがしたかな。はい、そうですね。まあ、これ、まあ、自分でやっぱアプローチショットっていろんな入り方あると思うんですよ、うん。まあ、フェデラーみたいに左足ついていくパターンもあれば、まあ、オープンでしっかり構えて打ってからっていうのがあると思うんですけど、
まあ、やっぱ自分の中でそれがどうしてもミスヒットにつながることが多かったんですね。で、まあ、セーバーじゃないですけど、ちょっと遊びながらこうやって打った時に、これでいいんじゃないのっていうのをちょっと自分の中でそれいつの話それ見つけたの。ほんとここ 1,2 年ぐらいです、ね、じゃあ 1,2 年前はどうやって打ってたの。 1,2 年前はもうほんとガッて構えて、はあ、うわって打って走っていってきたんで、はあ、やっぱここで自分がちょっとでもずれるとミスヒットになって、うん、なるほど。なおかつ打ってからなんで、うん、やっぱ詰め切れない、前に行くのも遅い、はい、で相手もやっぱり、うん、打ってくるっていうのが分かってるから、ああ、もう構えられちゃってる、もうカウンターショット狙われると、ね、っていうのを避けるために、うん、まあ相手のやっぱりアプローチっていうのは、うん、パスを打つコースを限定させるっていう意味で、うんうんうん、僕は打ってるので、なるほど。そうなるとやっぱり相手がもうちょっとでもバランス崩して、はいはい、コースも絞れる、なるほど、してあげた方がいいかなっていうので、でなおかつ自分がやっぱネットに行くまでの時間をできるだけ短くして、はいはいはい、ポジションも取るってなった時に、うん、まあ究極やっぱ動きながらそのまんま行ってしまった方が早くネットに向けるし、うん、ポジション取れるよねって、うん、まあ打ちながら前に行ってるからね。そうですね。え、あれってダブルスも使う。ダブルスも使いますね。あ、マジ、はい。今みたいなふわっとしたボールで使う。そうですね。で前に、まあ、ただコースがクロスになるのか、うん、まあ、逆に言うとあれだけ自分が中入って、うん、しかもネットの結構ギリギリを通すんで、あわよくばもうぶつけに、はいはいはい、もう入んないけどここで思いっきしフルスイングしてもう相手の体めがけて、うん、うわってやらせるっていうことは結構やったりします。なるほど。だからその分前に入ってるからさらに怖いよね、相手は。そうですね。で、そのまんま自分はネット詰めちゃうので、はいはいはい、相手のボレーもやっぱり、うん、ちょっとなんとかしなきゃって、うん、なおさらミスヒット、うん、もう浮いちゃったら終わるもんね、はい、浮いちゃったり浅くなっちゃったらそのまんまもう一回ガツンってやっちゃうしっていう感じなんで。なるほど、はい、片手のいいところってどこなんですか。もうそれで関係でガーって盛り上がるっていうのがあるんで、できるだけこっちのままどうしてもやっぱ回転かけたい人って、はいはいはい、ここでなんとかしようとするんで、はい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 、こうやって飛んでっちゃうんですけど、はい、まあ、どんな速い球にでも打ち負けないっていうのがあると思います。なんか世界のプレイヤーそうやって打ってるの見たことある。ご視聴ありがとうございました、いいねボタン、チャンネル登録どうぞよろしくお願いします。何か面白い企画がありましたらぜひコメント欄にコメントください。私たちが必ず返信いたします。どうぞよろしくお願いします。